シフィスタですやん。どうも、小池です。どうも、トウェです。はーい、はいはい。まあね、躍動感あふれる挨拶シリーズということでね。ちゃうもう言うてまうん、それ。もう言うてまうんや。早い。てか多分お互い復活して間もないから調子がよく分かんない。そう、掛け合いを忘れてしまったんですよ。一人喋りしすぎて。やっぱワーコレってほんまようできてるわ。クリアーパーツ使ってますやん。そう、トヤくん。はい。僕ね、ワーコレめちゃくちゃ好きなんですよ。知ってます。知ってた。はい、知ってます。あの、なのでね、もし自分たちが、はい、そのワーコレプロデューサーになったら、はい、どんなラインナップにするかなっていうのをね、今日は妄想トークしよう思ってるんですよ。知ってるやん、企画の内容今日。いや、そうなんですよ。あのね、後ろ見てもらったら分かると思うんですけど、ワーコレってワンピースフィギュアのシリーズ史上一番多くの種類が出てるシリーズなんですよ。へぇー。7面より。え黙っといてくれるんですよ。黙っときます。750体以上もラインナップされてるんですよ。うんうんうん。で、いろんなキャラがまあ出てるんですけど、はい、中にはこのキャラなってないのとかも多いんですよ。あ、特に最近は多いですよね。うん、だから僕みたいなワーコレ大好きさんは、はい、なんでこれ出てないねんと。あ、ただちょっとマイナーなキャラやから、はい、ちょっとなんかのそのテーマを絞って、はい、これだったら出せるんじゃないかっていうのを僕考えてきたんですよ。うんうん。もう早速僕からもうオープンしていい？わかりました、はい。私からじゃないんですか？でもええ。こちらです。じゃん。ワールドコレクタブルフィギュア、変装してる人たち。変装してる人たち、はい。どうですか？ルーシーかっこサボ。そう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 。まずね、ここの中のアソートの条件っていうのは、はい、変装させられてるとか、うんうん、あのシャンブルズで入れ替わってるとかじゃないんだよ、うん、自分の意思で変装してる人たちっていうのがポイントない。確かにそうですね。そうそう、まあミスタープリンスで、まあ、サンジやけど、はい、やっぱかっこいいやん。かっこいいっすね。まあ、そうそう、あれ変装なんすか？変装やん。コエッキーさんみたいなもんでしょ。メガネかけてたから。そう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 。はい。まあ、ミス・ウェンズではね、結構ガッツリ変な服着てましたもんね。そうそう、まあね、ビビちゃんやんか。そうですね。そうそう。でもやっぱりこのバロックワークス時代のね、うん、あミス・ウェンズでは出てないから。まあ、いろいろ出てないキャラいますよね、バロックワークスさんね。そう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 。で、まあ、ルーシー、まあ、過去サボ。おうおうおう。まあ、謎の男ってこうなってましたね。なってましたね。そうそう。で、このアソート ABC は、まあ、なんだ、人気キャラでこう固めたんですよ。そうですよね。そう。でも本当に自分の中で欲しいのって、この実はね、この隣の方なんですよ。あー。ドン・キホーテ・ドフラエモン。ドフラエモン、あれあれ、ご存知ですよね。金右衛門ってね、あの変装できる能力持ってるやん。金右衛門自身が乗り込むためにドフラミンゴに変装してた時のやつ、はい、このイラストは、えあれ、いや俺には見えへん。あ、そうですか。はい、わしにはあのなんかね、あの国民的青いやつみたいな見えるんですけど、はい、ドフラエモン。あ、ドフラエモンで、ガスティーノ。ガスティーノ。そう、ガスティーノはね、実はね、ラインナップされてるんですよ、ホールケーキアイランド編のワールドコレクターズフィギュアの中で。でもあれは扉絵のガスティーノなんで、しっかり怖いそう、しっかりすだちのガスティーノ、まあ座って汗かいてるガスティーノもいいけど、なるほど、まあ、しっかり入れてほしい。で、最後、ナゾムズ。ナゾムズ、うん、めちゃめちゃかっこよかったよ、ナゾムズ最後。ナゾムズ最後かっこよかったですね。そう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 。この辺のね、はい、出ないでしょ、絶対こっち。いや、ナゾムズはね、もういいでしょ、ナゾムズじゃなくて。だって、ペコムズ自体はこれで。あー、やだ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 。ナゾムズっす。謎の救世主やもんな。そう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 。そうそうそう。だ、僕はこの変装してる人たちっていう縛りで出してほしい。なるほど。はい。めっちゃ真剣に考えてますやん。めちゃくちゃ真剣に考えてる。今日バンプレに持っていくっていう体当たり企画でしたっけ。はい、これご覧になられてたらぜひこれ商品化お願いします。はいはい。私ね、はい、考えてきたんですけど、はい、まあ8月終わりに何やるか知ってますか？ワンピース8月の終わり。そう、なんかあった、エピソードオブ空島やるんですよ。アニメスペシャルね。アニメスペシャルでやるんですけど、やっぱ空島と言ったら欲しくても出てないわ、うん、これたくさんあるじゃないですか。そうなんですよ、空島って意外とね、あの少ないんですよね。そう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 、うん、まあ、やっぱね、試練とかもね、激アツやったじゃないですか。そう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 、だってあの4人のさ、うん、あれ何て言ったっけ、悟りとかっすか。そう、悟りとか、うん、神官たち出てないんですよね。
で、アマゾンのばあちゃんとかも出てないじゃないですか。アマゾンのばあちゃんな。まあそんなわけでね、まあ、はい、アマゾンのばあちゃんとかを、まあ、考慮した結果、うん、じゃあアマゾンのばあちゃん入ってんの？じゃあそれはちょっとまだ言えない。あ、そうなの。そう、そんだけ不倫してたらアマゾンのばあちゃん入ってるよ絶対。まあそういうわけでね、うん、私考えたんで、うん、まあ今日はねちょっと、うん、ぜひお見せしたいと思います。で、それ見せるために来たこれ見せんかったらないの。はい、じゃーん、ヒストリーオブ空島編。まあ、まずね、やっぱね、ABC はね、生活に欠かせないだろうと思うね、ダイヤルを用意しました。まあ、まずは、トーンダイヤル、フレーバーダイヤル、で、ミルキーダイヤル。でね、こっからが注目ポイントなんですけど、やっぱみんなダイヤルっていう。2日に1回、情熱更新。躍動感のあるチャンネル登録。躍動感のあるチャンネル登録って。え、大丈夫でしょ、チャンネル登録は。適当だよ。いえいえ。お風呂の後は、こやっきーチャンネルー。